23時を回りました。8月30日日曜日ですね。あーもう8月もね、残すところあと1日ということで、いかがお過ごしでしたでしょうか。ニコ生の皆様もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さあということで、ここからはまマスの人たちはそろそろ、なんかすいません株が上がってなかった。すいません。大丈夫です。すいません。ああしくった。はい、すいません。さあじゃあ、仕切り直しまして、ボンミスを犯してしまいましたね。はい。音声大丈夫でしたよってコメントいただいて、さすがですね。はい、スタッフがさすがです。毎日そのマイクが例えば機材のトラブルとかで繋がらなくなった場合でも、拾えるようなマイクを別に準備してあってですね、そちらの方で多分拾ってたんだと思います。今は通常のマイクでお送りしておりますソライブナイト日曜日、私村田が、引き続きお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ2時間ですね。はい、お付き合いいただくわけですけれども、今日はですね、今ちょっと強い雨が心配なエリアもございます。こちらの方ちょっと見ていきましょうか。現在九州の方でですね、ちょっと強い雨雲がこれからですね、これからかかってきそうというところですね。ちょっと九州を拡大して見ていきます。まだ強い雨雲自体はかかっていないんですけれども、今ちょっと福岡と大分の県境ぐらいにちょっと強い雲がありますけれども、そうですね、北部でちょっと今強い雨雲がかかっています。そしてこの強いのがですね、これから明日の朝にかけてかかってきます。多分ナイトオンエアの時間ではまだちょっとかからないかなというぐらいなんですけれども、はい。そしてよいしょ、はい、そうですね、東海のエリア、愛知、長野、岐阜あたりでもちょっとそのまとまった雨が今降っているところもありますと思いきや、その雨雲のすぐ横では、何ですかね、これは星が見えるかなみたいな報告もあったりして、まあでもここちょっと前線がずっと太平洋側にありますので、ちょっと結構べったりした雲がかかってるのかなというふうに思います。はい、そんな状況で行われる本日のソライブナイトですけれども、進行をちょっとご説明いたします。本日はそうですね、前半30分はオープニングトークからのおはぎゃち。今日はちょっと台風があったので本数が少なくなってます。4本ですね、はい。そしてお知らせがありますが前半30分ですね。で23時30分からは最新の天気を予報センターとがっつり、はい、お伝えしていこうかなというふうに思います。そして予報センターは草田ですね。なのでお久しぶりですね。僕は結構もしかして1ヶ月ぶりぐらいかなというふうに思いますので、もし天気に九州のエリアとかその、ね、まだ強まってくるタイミングの前であれば、ちょっと空キャンバスも裏でやっておこうかなと思いますので、はい、草田さんに聞いてみたいことですね。もう開けるんですか。じゃあ開けてください。
はい、ニコ生の皆さんはですねちょっと参加難しいんですけれども、ソライブのアプリの方で、PC のアプリの方で参加いただきますと、ソラキャンバスというシステムがありまして、そこであの絵が描けるようになっておりますので、ソラキャンバスオープンされました？はい、されましたということなので、あのふるっていろんな質問を書いていただければと。プライベートな質問はちょっとオブラートに包んでください。あのストレートな質問はあえてスルーさせていただきます。はい、天気のことを聞くの、天気のことじゃなくても大丈夫です。もちろんです。あの好きな食べ物でもいいですし。そうですね、はい、っていうのを裏でやっておきます。はい、あ、はい、そうですね、都合の悪い書き込みはすべてスルーするシステムになってますので、はい、さあということで、そんな日本放送センターとの掛け合いが23時30分からですね。そして、時間が許す限りお休みキャッチを入れたいなと思うんですけど、多分僕の予想では12時を超えてしまうので、12時を超えてから今週のお休みキャッチ5本お送りします。そして12時を過ぎたところからは日曜日の醍醐味であるソライブ24名場面名場面をお送りします。はい、そうですね、後半1時間は名場面のみとなっております。はい、のみです。のみです。なんか名場面アットマークソライブ24.comというメールアドレスがあるんですけれども、こちらの方にいくつか不可解なメールが、 URL っていうタイトルの不可解なメールが届いてるってことなので、はい、なんか山岸キャスター曰くなんかホラー週間だったんですかね、なんか不可解なメールが届いてますね。はい、ちょっと確認していきたいと思います。さあということで、なんだろう、いいですね、みんななんだろう、え、なんだろうっていうね、コメントがねチャットで来てますけどね、いいですよ、そういうのいいですよ、はい、すべてしらばっくれてくださいね、はい。さあということで、本日早速ですね、ソライブナイトを進めていきたいなというふうに思います。じゃあまずはこちらのコーナーからいきましょうか。今週のおはキャッチ、はい、ということでもう早速お送りしますよ。おはキャッチ、おはキャッチね、これからどうなるんだろうって結構皆さんがドキドキしているところだろうと思いますけれども、どうなるんだろうな。僕にも分かんないです。はい、さあそれでは今週届いたおはキャッチ4本連続で見ていきましょう。それではどうぞ。おはキャッチ、おはように添える今朝にぴったりのキャッチご紹介するコーナーです。では今日のおはキャッチ見ていきましょう。今日はこれです。あー、私もトラさんのようにあちこち旅がしたいな。トラさんって見たことないでしょ。トラさん風見たことないよ。はい、そんな感じです。今日は、今日はあれです。男はつらいよの日。そうです。男はつらいよの日だから。コロ先生に見えました。顔だけ。そうですね、はい、今日は男はつらいよの日なので、トラさんですね。はい、あちこち旅、トラさんもあちこち旅をしていったんですよね。はい、ちょっとそれに、これはマドンナ役の方がよく言うコメントということです。トラさんと一緒に旅がしてみたいわということですね。はい、じゃあ
もう8月27日ということで夏休みという方ももうそろそろ終わりだなという方もいるかもしれません。土日も天気すっきりしなさそうなんですけれど、旅をするタイミングを見つけてどこに行ってみてください。それでは、やっていきましょう。はい、では行きます。おはよう。あ、私もトラさんのようにあちこち旅がしてみたいな。それではあばよ。あ、それじゃなくて出たの置いとったの。今おはように添える今朝にぴったりのキャッチをご紹介しています。今日はこちら。はい、晴れるエリアは今日の日差し有効活用してね。うん、あいにくの空となってしまうところも多いのですが、大阪とかね、すごくいい天気だったので洗濯してほしいなと思います。では今日の小道具です。はい、雲なんか崩れてきちゃった。雲と雲と太陽もあるんですけど、太陽どうやって持とうかな。あ、よいしょ、太陽。雲が優勢だけど太陽が出るエリアもあるよということで頑張りましょう。今日は3回目でやるんですか。ではいきます。ちょうどあの日の出のリポートもありますね。近畿、今日は晴れるところ多そうです。では行きましょう。おはよう。雲優勢のところが多いけど晴れるところは有効活用してね。今日も元気にいってらっしゃい。こっちです。おはキャッチでは、おはように添える今朝にぴったりのキャッチをご紹介しています。今日は、はい、焼肉食べて元気もりもり、夏ラストスパートです。焼肉の日ですから。ああ、そうだよね、食べたいな焼肉。なんとこんなところに焼肉の写真があります。美味しそう。え、高い。なんでこんなの。特選宮古牛カルビ2800円ですって。これ誰の知らない。まあ和牛カルビ980円は分かりますけどね。海ぶどうサラダ700円。そんなのもあるんですね。これ持っていくと焼肉1人前プレゼント。すごい番組。痛いな。今日は焼肉の日なので、皆さんもぜひお肉食べに行ってくださいね。では行きましょうか。あ、オスカル持ってたの。これかな。オスカルに誘われたらもう行くしかないですね。ドレスかなんか着て行かなきゃいけない。行きましょう。忘れないようにしたっけ。はい、行きます。おはよう。焼肉食べて元気もりもり。牛の声が聞こえました。夏ラストスパートですね。今日も焼肉食べて元気に行きましょう。若干忘れましたが、いってらっしゃい。おはキャッチです。最近忘れるよね。最近なんか仕込みの方は。おはキャッチではおはように添える今朝にぴったりのキャッチをご紹介しています。今日はこちらです。週末のすっきりしない天気、家で夏休みの宿題でもやりましょう。学生の皆さん、終わりましたか。読書感想文
残ってるんじゃないですか。一番こうやりにくいというか嫌いなものを残しちゃったりしますからね。学生いますか、いるかな、学生さん見てる方その朝にね、じゃん、6時に見てる学生がいるのか。昨日登場したオスカル、ギリギリオスカル、宿題が全然終わってねオスカルこんなことも言うんですね。理科だ、理科、理科の宿題ってどんなのありましたっけ。やっぱり自由研究って理科に入るのかな泣いてるし、あ、そっか、昨日泣いてなかったですね気づかなかったって言って今スタッフさんに怒られちゃいました。これ小学生向けなメッセージがね。ここにもね、あの理科の自由研究、これ多分ねオスカルとお揃いじゃないですか。ほら理科だし中学生用だ。宇宙食を作ろう、宇宙食って作れるんだ。まあ、水分を、サビを溶かそう、抜くって感じ。これは役立つかも。サンプルだと10円玉についてサビを溶かそうってことで同じのがあった。どんなものでできるか試してみよう。タバスコとかマヨネーズとかお醤油とか乗せてますね。へえ、マヨネーズでも綺麗になるんですって。これ面白い、読んじゃうから読み始めちゃうと止まらないから。さあ私も頑張りましょう、気合です。お、なんかいつもどうやってつけていいか分かんなくなるんですよ。気合、今日もちょっと甘さんっぽいですかなんか食堂にいそうじゃないですか食堂に気合って書いてあるおばちゃんはいないかもしれないですね。ではでは行きましょう。おはよう、週末もすっきりしない天気、お家で宿題でもやりましょう。えいえい、おあー、いや、なんだろうな、あのちょっとあの和装、和装はいいですね。なんだろうな、うん、ちょっと良かったですねねえ、こんな 食堂毎日通うわって。そうだよね、いやそう思いますわ、うん、そうだね、はい、米炊いてほしいそうはい、ということで、はい、今週のおはキャッチ4本連続で見ていただきました。さあそしてですね、このおはキャッチが今後どういうメンバーで構成されていくのか、新しく入った新キャスターのデビューの日が決まりましたという連絡が入りました。はい、よろしいですか。どこから、いつから。まずはですね、9月7日月曜日、はい、ソライブモーニングに白井よしおゆかりさんがですね、あれミドルネームじゃないですか、あ、間違えました、白井 Y ゆかりさんがですね、モーニングデビューが決まりました。いやー、 Y さん今ほぼ毎日ね練習してますから、はい、そして、続いて9月19日土曜日のソライブコーヒータイムから高山ドンフライナナさんがデビューすることになりました。ドンフライ高山頑張れはい、そうなんですよ。高山さんまだちょっと学校もあってですね、ちょっとその研修する期間が
あのなかなかその限られているので、その立ち上がりで、まあ、スタートはコーヒータイムからなんですけれども、その、まあ、やりつつ朝帯の時間に入ってくるという感じになります。はい、ね、なんで高山 D7 でいいのかな。じゃあドンの方かな、フライの方かな。なんかドンちゃんドンちゃんってね、あのコメントが多いですよ。あーニコ生の、ニコ生の方もちょっと考えなきゃいけないですけど、まずはソライブデビューですね。はい、ニコ生の洗礼を浴びるのはもう少し後でいいかなと思ってます。はい、なので、9月の7日の週からですね、白井キャスターのオハキャッチが見れるということになります。はい、ただ週7ね、白井が入れるわけではないので、多分、天使小悪魔も多分織り交ぜながら来るんだろうなというふうに思ってます。はい、意外にデビュー早かったな。そうですね。まあ白井がどうなんですかね。天使小悪魔プリンセスっていうね。ニコ生の方は天使小悪魔よしおってきてますね。ね、ちなみにあれ、その皆さんにつけていただいたニックネームがゆかりんになったんだっけ。そうです、ゆかりんでいいんでしたっけね。はい。はい、リングネーム、リングネームですね、確かに。はい、なので、9月7日月曜日はですね、早起きをしてモーニングを見るしかないですよ。はい、ということで、新キャスターデビューの日は決まりました。9月7日が、モーニングから白井ゆかりキャスター、そして19日土曜日コーヒータイムは高山奈々キャスター。はい、高山は奈々ちゃんでしたっけね。奈々ちゃん、はい、ということで、はい、ぜひとも、まあ、デビュー戦ですからね、非常に緊張してガチガチになってると思いますけれども、チャットの声援が届くと思いますので、はい、ぜひ応援してあげてください。さあ、そしてお知らせがもう一つございます。空歌からのお知らせです。空歌がですね、8月31日で配信が終了してしまう曲があるんですよね。空歌の夏。そうなんです。配合めこさんとですね、ナイス橋本さんに、作っていただきました空歌の夏ですね。これもう3年前なんですね。いや、このダウンロードがすごかったんですよね。なんかちょうど夏のタイミングといい感じでマッチして、わーっと100万ダウンロードあっという間に超えて、すごかったんですよね。あ、そうだ、ボカロバージョンも作っていただきましたよね。そう、この MV 撮影の時がすっごい大変で、めちゃくちゃ晴れな感じで写ってるじゃないですか。土砂降りだったんですよ。
土砂降りもいいところですよ。暴風でしたね、その時。それをなんか屋根作って、で照明ガーってて、それでやってる途中に病んで、でその夕方には非常にいい夕日が撮れたんですよ。だから暗くなってきた感じで、なんですか、その花火とかしたり、夕日でなんかこうキャスターが海見てたりとか、あのシーンはそのままなんですよ、そうなんですよね。そうバレーとかバーベキューしてましたよね。バーベキューびっしゃびしゃでしたけど、肉とか食べられないみたいな本当は食べられないみたいな感じでしたあとそういう状況で MV 撮影してたんで、監督とかも、もうわけわかんなくなってきちゃって、鈴木のおっちゃんってうちのスタッフとか磯谷とか、なんかそういうちょっと男っぽいやつをちょっと海で走らせて面白いんじゃないみたいな絵とか撮り始めて、そう何が面白いんだろうなって思いながらそうしたらナイス橋本さんも一緒に走ってくれたりして、非常に現場は、ね、盛り上がりましたけど、はい、そんな、ソラタの夏が8月31日で配信終了となります、はい、あと1日ですのでまだという方はぜひ急いで、ね、聞いてみてください。そしてもう一つ、今年のというか8月のですね、配信曲、見上げてごらん夜の星を、これはスポンサー限定配信ということになってるんですけれども、こちらも、8月31日までとなります。これは無料ではダウンロードはできない、そういうシステムになっております。はい、今ソラタではジャスラックさんといい感じでやらせていただいてますね。それでスポンサーのみダウンロードができるという形でやらせていただいてます。はい、お、聞こえてきましたね。いいですね。あ、これ転換目で聞く、しばらく、はい、いいですよ。まだ終わりません、はい、番組はまだまだ続きます、はい、24時間365日放送しておりますので、はい、最終回はありません、はい、ね、いい曲ですね本当に、はい、今スポンサーになった方はもれなくダウンロードができますので、ちょっとスポンサーのサイト見ちゃおうかな、どこかな、はい、じゃあちょっと待ってくださいね、よし、はい、じゃあこちらのこれはウェザーニュースで検索するとですね、出てくるウェザーニュースのサイトなんですけれども、どっかにあんのかな、どっかないですね。じゃあオールチャンネルの中からいきましょうか、このこちら、ソラウタチャンネルってのがありますんで、このピカピカしてる今ソラウタプロジェクト、
ここのこれありますね、年間スポンサー、そして空歌夏スポンサー、どちらでもダウンロード可能です。どちらかというと年間スポンサーの方がこれからもですね、毎月毎月あのカバー曲ダウンロードできますので、はい、こっちの方がお得だと思います。ね、あとほぼ毎日ライブでね、やってますよ。あ、夏の終わりのハーモニー超懐かしい、超懐かしいですね。はい、さあということで空歌のお知らせ、2曲配信が終わります。ただ今月配信がスタートしたばっかりのサニーデイサンデーは、9月30日までダウンロードが可能になっておりますので、絶賛スポンサーを募集しております。今その曲は流しません。さあ、それではこの後は最新の天気を予報センターと一緒に確認していきたいと思います。今32分ですので35分スタートでいきます。皆さんこんばんは。23時35分を回ったところです。
ここからの時間は予報センターと一緒に最新の天気を確認していきたいと思います。さあ、それでは、ですね、空キャンバスの方をあと1分で締め切らせていただきます。はい、特にあの締め切りティーンとかやらないので、はい、今のうちに送っといてくださいね。はい予報センター終了間際ぐらいにやろうかなと思ってますんでね、はい、さあそれでは予報センターこの方を呼んでまいりましょうか。噂の草田さん、どうも、こんばんは、よろしくお願いいたします。なんかドキドキするんですけどねあら、そうですか、はい、何聞かれるんでしょうかね。いやいやいや、そんな全然大丈夫ですよ皆さんね、本当にあの真摯な方ばっかりなので、はい、はい、大丈夫ですよ、はい、はい、そのように期待しておりますずっと聞いてるんですよ、これイヤホンついてるんで。そうなんですね、はい、スタジオの声はずっと聞いてます。あ、もうある意味盗聴みたいなもん、盗聴されてるみたいな感覚がちょっとあります、はい、いやでもね、ここライブなので、はい、やっぱりそのチャットでどこで何が起こったとかそういったことも含めて、そうなんですよね、聞いてるっていうのは、はい、素晴らしいスタンスだと思います。あのリポートあの、うん、キャスターの方が読んでくださったりするじゃないですか、うん、チャットのコメントも拾ってくださったりしてるのを、うん、あのやっぱりずっと画面見てるわけにはいかない時もあるの で、ね、でね、耳から得たりしてますので、うん、ずっと聞いてます、はい、でもそんな聞きながら仕事って、はい、なかなか難しいんじゃないですか、ね、いや、まあ慣れれば、あ、そうなんだ、ちょっとあの集中したいなって時はこう外したりしてますんで大丈夫です。確かに、テレビをつけて仕事しようとすると、はい、結構引っ張られちゃうんだけど、はいはいはい、あ、そうですね、ソライブだと流しといても、うん、そんなになんか引っ張られるっていうことなく、ね、なんか心地よくできるっていうのはラジオみたいな感じですよね、うん、確かにありますね、ありますね。たまにこう通りっぱなしで仕事に没頭してると、うん、出番ですよって呼ばれるんでそういうことがあります。なるほど、ね、おっとみたいななるほど、なるほど、はい、はい、さあでは、あ、日曜日の掛け合いのスタイルがこういうスタイルになりました、はいはいはい、なるほど、はい、はい、やりやすくていいですねこの方が。あ、本当ですか、はい、僕もやりやすいです。3回目だとなんかどっちを向いてるのかよく分かんなくなっちゃうんで。あ、なるほど、はい、はい、じゃあこの形で、はい、まずは最新の天気ですよね、はい、ちょっとあの九州に強い雨雲が、そうなんです、はい、まだかかってはいないんですけども、ま、はい、はい、西から雨が強まり始めています、はい、まずその前に東日本見ていきたいと思います。はい、ですね、静岡と愛知の県境あたりなんですけれども、うん、一部発達した雨雲があって雨が強まっているところがあります、はい、雨の降り方的には1時間にだいたい20ミリぐらいの雨、強いところで20ミリぐらいの雨を観測しているといった状況なんですけれども、うん、この雲東に移動していって、うん、深夜0時過ぎて、うん、1時2時ぐらいですかね、関東地方にも流れ込んでくる可能性があります。だいたい静岡県だと2時ぐらいまで、うん、そして、関東地方だとそれ以降雨が強まってくる可能性がありますので、ちょっと雨の強まり注意が必要なんですね、はい、だいたい朝の6時ぐらいにかけて東へと移動していきますので、ちょうど、一番皆さんがぐっすり寝ていらっしゃる時間帯で、もしかしたら早い方は起きられる時間帯かと思うんですが、はい、雨がザーザーと強く降ったり、一部では雷が鳴ったりする可能性ありますので注意いただきたいと思います、はい、ちょっと新聞配達の方大変な時間帯かもしれません。なるほど、はい、で、この雨雲朝には東の海上へと抜けていきますので、通勤通学の時間帯にはおそらくあまり影響はないものと見ております。はい、はい、で一方で、今日はですね、この西からの雨雲、こちらに今後注意が必要な状況なんですけれども、はい、ちょうどですね、この九州の西の海上にあるこの雨雲なんですけれども、
はい、北東の方向に移動しています。で、低気圧がこの辺りに発生していまして、それが今日の日中にかけて、明日の日中にかけて長崎や佐賀などの方面を通過して日本海へ抜けていくという予想になっておりますので、特に明日の早朝以降、九州北部、特に長崎県を中心とするエリアで激しい雨や雷雨に警戒が必要な状況となっていきそうなんですね、はい、今はまだポツポツパラパラレベルの雨のところが多く、一部でザーザー強まっている程度なんですが、はい、明日の早朝以降はゴーという激しい雨が降って、特に九州の北部を中心として道路冠水などが発生する恐れがありますので、ちょっと朝、そして、通勤通学の時間帯、雨の強まりに注意していただきたいと思います。そうですね、はい、はい、でこの辺り雷も今バチバチ鳴らしているような状況になっていますので、雷が頻発するような場合は活発な雨雲がたくさんあって、雨が強まりやすいと、激しい雨の恐れがあるということですので、ゴロゴロ聞こえるような場合はですね、なるべく、道路が低くなっているところ、アンダーパスですとか、あとはいつもここ冠水しやすいんだよなっていうちょっと低いところなんかの通行は避けていただいた方がいいんじゃないかなという状況です。はい、はい、でその他東日本、西日本方面もですね、今日はこの低気圧が北東に移動するということは、この辺りの雨雲、はい、一緒に移動して、行きますので、明日の日中は雨が強まる可能性があります。中四国エリアは午後が雨のピーク、そして近畿地方は、夕方以降がですね、雨が本降りになる可能性ありますので、朝はあまり雨が強くなくても大きめの傘でお出かけいただいた方が安心です。はい、であとは東日本方面なんですけれども、朝この今かかっている雨雲が東に抜ければですね、一旦昼間は曇り空で、もしかしたらうっすら日差しが届くぐらいのところはあるかもしれません。ただ湿った空気たっぷりですので、はい、山のところでちょっと気温が上がるともく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 と雲が発達して、ざーっと雨を降らせたり雷雨になったりする、非常に不安定な空となります。なので、明日もですね、雨マークついていない時間帯、場所でも折りたたみ傘をお持ちいただいた方が安心ですね。はい、はい、なるほど。あとは北日本方面なんですが、こちらは高気圧の圏内になってますので、はい、比較的穏やかな空ではあります、はい、ただ北海道の山沿いのエリアですとか、あとは東北南部も、一時雨が降ることがありますし、あとはこの東北の山沿いのエリアを中心に、にわか雨の可能性がありますので、特に東北北部から北海道エリアの方は山沿いでのにわか雨、雷雨に注意してください、うん、この東北の雨って、はい、ちょっと僕はあんまり理解ができなかったんですけど、はいはい、この前線に近いからってことは、そうですね、前線が何段かあるような状況になってまして、天気図にはね1段しか書かれていなくて、この辺りがメインになっているんですけれども、はい、ちょっとその北側にも弱い前線があるということで、雨が一部、ね、降っているようなところもありますね。わかりました。はい、はい、さあそして、はい、次は体感とか気温とかいきますか。はい、そうですね、体感を見てみると、明日の日中の気温の予想を出してみますと、名古屋よりも西のエリアを中心に、はい、25度以上のところが、昼間多くなりますので、結構今日と似たような感じでムシムシとした体感が続いてしまいそうですね。西日本、特に九州なんかは雨がしっかり降るので今日よりも気温下がるところもありますが、まあ、それでもジメジメムシムシとした体感というのは続きそうです、はい、ただ雨が降っている時間帯と降らない時間帯で結構体感が変わってくるんじゃないかなと思います、うん、雨が降るとやはりそんなに暑さはないんですが、止んでいる時間帯は結構蒸し暑さが、体に応えるかなというところもあるかと思いますので、脱いだり着たり、ね、調節しやすい服装の方がいいんじゃないかなといった状況です、うんうん、で関東地方に関しては、こんな感じで海からこのように東寄りの風が入っているところもありまして、なかなか、
西日本ほどは気温は上がりません、最低気温で20度ぐらいのところが多いので、はい、朝晩はちょっとひんやり感があって昼間はちょうどいいぐらいですけれども、雨が降ったりすると少し肌寒いかなというところもあると思いますので、こちらも羽織るものあった方が良さそうですね。はい、はい、東北地方もまだまだひんやりとした体感のところが多くなりそうですね。日本海側はちょっと暑くなると思いますけれども、太平洋側の方は上着必須の一日になりそうです。8月ですよ。もうね、そうなんですよ、ね、8月になんか羽織るものが必要っていうのはちょっとあの耳を疑いましたね今ね、はい、もうですね、真夏のような厳しい暑さっていうのはもうあんまり戻ってこないんじゃないかなと思います。東北地方などは。本当ですか。はい、それはそれでちょっと寂しいですね。そうなんですよ。週間の天気、はい、おっとでかくなりすぎますね、はい、週間の天気図見てみると、このぐずぐずすっきりしない天気は、はい、週後半、特に木曜日、金曜、木曜日ぐらいまでかな、うん、続いてしまう予想になっています、うんうんうん、前線が南海上に停滞しやすい状況が続くんですね、うん、でその後なんですけれども、金曜日以降西から高気圧がやってくる予想になってます、はい、でこの高気圧が大陸生まれの高気圧なので、うん、割とですね、秋のカラッとした空気を連れてくるような状況なんですね、うん、この夏 の, あの太平洋高気圧はもう南に下がってしまって秋の高気圧が優勢になるので、まあ、暑くても割とカラッとしたムシムシ感よりもカラッとした体感の方がメインになって、うん、もう季節進んだなっていう風に感じられるような暑さになるんじゃないかなと思います。はあ、そうですか。はい、もう太平洋高気圧はもうダメですか。特に、まあ、西と、東にもう少し頑張る時期もあるかもしれないんですが、うん、まあ東北ですとか北海道に関してはもうおそらくこれが覆ってくるようなことはないかと思いますね、そうなんですか。はい、今年は秋が早いですね。秋早いですね。ね、はい、あとは 2,3 年前ですかね、うん、残暑がものすごく厳しい年が 2,3 年続いたりした時があると思うので、ありました、はい、ちょっと私もそうなんですけど、その印象がかなり強くて、うん、はい、彼岸過ぎるまでは、彼岸前までは暑いよっていう感覚があったと思うんですけど、うん、ここ 1,2 年はあんまり残暑厳しくないというか、ああ、まあ、確かに、スーパー残暑みたいな、猛残暑みたいなことはないかなっていう感じですね。そうですね、うん、今年はじゃあ 秋が結構長いのかな。そうですね、そうなってしまう、そうなるかもしれないですね、うん、楽しめそうですね、うん、はい、これから美味しいものの季節ですので食べることばっかり。確かにその通りですね、はい、ただ気になるのは、はい、まあ、この天気図を見ていると、はい、結構雲多いんで、はいはい、日照不足みたいな話はありますよね。日照不足はちょっと心配ですね。なんか、今年のお米の作付けは、うんうん、まあ、やや良いということで、出て農水省から出ているそうなんですけれども、やっぱりこのところ特に関東や東北地方の太平洋側とかっていうのはすごく涼しい日が続いてすっきりしなくて、東北なんかは8月の下旬、はい、後半はほとんど日照がないといったところもあるようなので、うん、ちょっとお米の生育心配されるかなというところはありますかね、うんうんうん、はい、もうだいぶ大きく実ってはきていると思うんですが、うん、ちょっと今後心配かなというところはありますかね。なるほど、はい、日照だと結構あの葉物の野菜とかもね、そうですね、影響を受けちゃったりするからね、はいはい、あ、果物とかも日照不足だと、あ、ね、甘みがって話もあるね、甘みがって話がありますからね。はは、はい、そうですか。なかなか、はい、なかなかうまくいかないですね。なかなかうまくいかないですね。ちなみに、はい、草田さんは、はいはい、秋の好きな食べ物は何ですか。はい、秋はいろいろ好きですけど。秋はいろいろ好きですか。
松茸とか食べたい。なるほど、はい、松茸じゃあ募集しますか。募集したいですね。実家から送られてくることを願っています。なるほど、はい、松茸か、うん、昨年ですね、うんうん、うちの弟のところに、はい、Facebook がこう上がってきて、はい、何かなって思ったら、はい、実家から松茸が届いたっていう風に、はい、弟のところだけやってきたんですね。でも私は何も聞いてないけどってすぐ電話したら、はい、あ、お前はいないと、家にほとんどいないんじゃないかと思って送らなかったって言われたことがありまして。なるほどなるほど。かなりちょっと親の愛を疑いましたね。なるほどね。草田もちょっと日照不足になってたから、そこからね。はい。そうか、まあそうだね、キノコ秋いいよね。はい、食べたい、キノコ大好きなんで食べたいですね。そうなんだ、はい。僕は結構舞茸も好きですよね。あ、舞茸いいですよね。舞茸ね、はい、なんか焼いて、なんかホイルで焼いてとか。あ、そう、舞茸ちょっとバター入れたりする、あ、いいですね。やばいですね。たまらないです。はい、はい、はい、それでは、はい、ちょっとマークで、はいはい、習慣のところも、はい、ちょっとおさらいしておこうかなというふうに思うんですけれども、はい、先ほど、お伝えしましたが、このすっきりしない天気一体いつまで続くんだというところが本当皆さんの関心事だと思います。人事じゃなくて私もですね、洗濯物がたまってたまって、はい、そうですよね、しょうがないという感じなんですけども、木曜日までかな、うん、と思います、うん、木曜日で関東地方はちょっとまだ前線の影響、やっぱり一番東ですので、うん、残ってしまって、もう金曜日までは雲が多くてにわか雨など残るかもしれませんけれども、週末になるとだいぶ高気圧圏内になってきますので、天気回復してくるんじゃないかなという状況になっております。今週はダメですね。ダメですね、うん、今週は全滅ということで、はい、はい、梅雨だと思って。そうだよね、はい、なんか今日ソライブの中でソラボさんのアンケート聞いたら、はいはい、その体感がその梅雨なのか、はいはい、夏なのか秋なのかっていうふうに聞いたら、うん、圧倒的に梅雨が多かったんだよね。なんかこれ梅雨っぽいよね。梅雨っぽいですよね。体感もちょっとムシッとして、はい、雨がじとじと降っててみたいな、はいはい、ですね、うん、おそらくなんですけれども、はい、やっぱりこの時期としては梅雨前線じゃないわ、秋雨前線停滞する時期っていうのはちょっと間違えちゃった。梅雨前線ではない、秋雨前線、はい、ちょっと早いかなというところもありますよね。でまだ海の温度が平年よりも若干高いんじゃないかなと思いまして、ということは気温も少しいつもの秋雨の時期よりも高くて、体感的にもムシムシしているところが多いんじゃないかなと思います、うん、なので、まあ、梅雨っぽいような体感、感覚を持っていらっしゃる方が多いんじゃないかなと思いますね、うん、そうだね、はい、なるほど、はい、まあもうでもね、そんな天気にしょげててもしょうがないですからね、はい、そうですね、うん、これはちょっと一発この気分を晴らすような、はい、こちらのコーナー行ってみましょうか。何なんでしょうか。ソラキャンバス草田さんに聞きたいことはコーナーですね。はい、何でしょうかね。じゃあちょっといただい、ね、皆さんにいただいているソラキャンバスの中からですね、はい、ちょっといろいろ、ですね、結構いただいてますよ。じゃあよろしいですかね。はい、結構多いのが山の話が多いですね。おお、何でも山。あ、ちょっと一瞬見せますか。じゃあ、はい、はい、じゃあちょっと一瞬見せますよ。こんな感じですよ。で、山いっぱいある。まだ制覇してない、または制覇したい山はありますか。
あります。え、そうなの？はい、全然全然ありますよ。じゃあちょっと草田に戻しますか。いや、草田メインの絵でいきます。はい、はい、山ガールなんだね。はい、ガールと言っていいのかどうかちょっとあれですけど。世の中に山レディーっていう言葉はないので、あ、じゃあ山ガールです。はい。どんな制覇したい山があるんですか？ですね、とりあえず北アルプスと呼ばれる長野県の西側、岐阜県との県境の山ですね。あそこは行きたい、全部行く気持ちで登りたい。あ、そうなんだ。はい、でもね、すごい険しいところもあるんで、うん、なかなか行けないかなというところもあるんですけどね。槍ヶ岳は行きたいですね。はあ、はい。槍ヶ岳、何メーターなんですか？3000ちょっとだと思います。本当ですか？はい、すごいですね。あのアルプス一万尺ってあるじゃないですか。はい、あの歌の、うん、あの山です。へえ、そうなんだ。はい、行きたいですね。あとは黒部ダムがある方かな、はい、うん、雲の平っていうところがあるんですけど、うん、なんかそんなに標高は高くないみたいなんですけど、うん、こう山と山に挟まれたところで、うんうん、あ、そう簡単に行けるところじゃないそうなんで、あ、なるほど、そこ行きたいなって思ってます。へえ、うん、そうなんだ。本格的ですね。いっぱいあるんですよ。あの非常に俗、はい、な質問なんですけど、はいはい、山には何があるんですか？何があるから、何もない。あ、何もない。何もないんだ。何もない。でも何もないのがいいかなって思って、はい、そうなんだ。暇なんです、一回山に登っちゃったら。暇なんですけど、うん、なんかなんだろう、星を見たりとか、うん、植物見たりとか、うんうん、高山植物とかってすごい綺麗なので、見たりとか、あとなんかまったりする時間を過ごしたい。なるほど、確かにですね。まあね、携帯もつながりにくい、つながらないところが多いのかな。そうですね、今は結構北アルプスとかだと良くなってきてて、うん、安全のためにも、うんうん、やっぱり携帯はつながるようにしようという話もありますので、うんうん、割と良くなってきてると思うんですけど、うんうん、はい、なんかそういうのとこうなんかこう切り離された非日常な、うん、そうですね、ね、世界に入るわけですもんね。はい、空気も美味しいですしね。美味しいですか？美味しいですよ。なるほどね。頂上で飲むビールもコーヒーも美味しいですし。ビール持って上がるの？いや、山小屋で買います。なるほど、はい、ちょっと高いんですけどね。いや、でも、まあ、そんなにガブ飲みするわけじゃないんで。そうですよね、はい、そうなんだ。山には何もないのに、うん、結構山登る人いますよね、うちの会社でもね。そうですね、結構多いと思いますよ。うんうんうん、予報センターも酒井ちゃんとか、うん、あ、はい、そうなんだ、好きでしたしね。はい、そうか、ちょっと興味が出てきました。出てきました。山に何もないっていう話を聞いたら。はい、うん、ってちょっと思います。、うん、そうなんですよね。あと何だろう、結構都会とかも好きなんですけど、うん、はい、いろいろ刺激があって面白いなと思うんですけど、こっちに住めば住むほど行きたくなったりとかしますね。うん、実家にいるときはあんまり、まあ、年に1回ぐらい行けばいいかなって思ってたんですけど。そうなんだ。それ山登ったときにキノコとは取ってこないですよね。あ、うん、一応取らないです。どれが危険なのかもわからないので、そういう国立公園みたいになってるところのキノコは取らないですね。あの実家の裏山みたいなところの方が、あ、そうですよね、はい、そういうところで取るようにはしてます。まあ、私、うん